北に 50km ほど離れた大崩山から見たお鈴山は九州南部に広がる九州山地の東部に位置する山であり、宮崎県都農町と木城町にまたがる。野県の滝次郎四郎滝山頂北方のお鈴神社上宮北方に万吉山、新影山、南方に長崎王、八幡岳、黒原山、春山、城壁山などの四方を従えた山塊を構成する。西側を小丸川、北側を耳川及びその支流である壺、谷川、南東側を宮崎平野に囲まれた直径約 15km の範囲に広がる山地は、お鈴山地と呼ばれる。岩盤が硬いため山腹には多くの深い谷が刻まれている。特に、お鈴山から南東へ流下する名貫川から分かれる、野県国、天茶谷、欅谷には、落差73メートルの野県の滝、落差75メートルの白滝など大小30を超える滝があり、お鈴山幕府群として日本国の名勝に指定されている。また、お鈴山から上面木山に至る133平方キロメートルの範囲は、宮崎県のお鈴県立自然公園に指定されている。山頂には一等三角点が置かれている。他地域であり、年間降水量は2700から3000ミリメートルに達する。植生は標高400メートル以下に一伊賀市、標高400から600メートルに裏白賀市、標高600の1000メートルにもみやつが、標高1000メートル以上にブナの林が分布する。山頂の南側に石投の群落があるほか、観覧の自生地もある。また、世界でも、お鈴山にしか見られないキバナの突き抜けホトトギス、お鈴山地周辺地域にしか見られない、ウラジロミツバツツジ、長花山小草などの固有種が分布する。イノシシ、鹿などのほか、ニホンカモシカの生息も確認されている。四万十層群と宮崎層群の間に割り込む形で、分布するお鈴山西岸帯と呼ばれるひなり岩からなる。中心世の1500万年前、大規模な火砕流の噴出を伴う大噴火があり、耳川川口付近を中心とした直径 40km のお鈴カルデラと呼ばれるカルデラが形成された。火砕流は周辺に溶血凝海岩の地層を残した。その後、カルデラの西側にマグマが貫入し、花崗半岩からなる岩帯となった。これら一連の火山活動は数百万年に及んだ。やがて九州山地の隆起に伴って岩帯が地表に露出したものがお鈴山である。古くは山麓の古地名、新呂院にちなんで新呂山と呼ばれていた。お鈴山の名称の由来については次のような伝説がある。山麓の牧場にしばしば白馬が出現し、後に山の神が白馬に乗って、麓の神社を参詣したものであることが分かった。その際に、鈴の音が聞こえたことから白馬は、お鈴様と呼ばれるようになり、山名の由来となったというものである。また、山の尾根に鈴竹が茂っていることから名付けられたとも、言われる。野県の滝にはにぎはやひが、天の岩船に乗って天下した際に矢尻を研いだとする説があり、滝の上には天の岩船と呼ばれる巨石がある。また、神武統制において矢尻を研いだとする説もある。古くから山岳信仰の対象となっており、周辺の農民たちは山にかかる雲の様子で天候を予測したほか、日向灘を往来する船乗りたちもこの山を目印として、船の位置を確認していた。干ばつの年にはしばしば雨乞いが行われた。中世には修験道の霊山となっており、幕府軍は修行のために利用されていた。江戸時代においては、高鍋藩の管轄下にあり、林業が盛んであった。特に木炭は、日向国における主要産地の一つであり、大阪などの市場へ出荷されていた。木材を運搬するために1909年から名貫川沿いに敷設された森林軌道が使われるようになり、1915年には角戸場まで1924年には、角駅まで延長された。軌道はその後も1945年頃まで整備が続けられたが、その後の台風被害や林道整備によって使われなくなり1958年に廃止されている。近代に入ってから観光地としての整備が行われ、1944年に御鈴山幕府群が名勝に指定され、1958年には 128.5 平方キロメートルが御鈴県立公園に指定されている。登山道は東側の天茶谷からのルートが一般的であり、他に西側の板谷谷からのルート、南側の八幡岳からの縦走路、北側の八筆谷からのルートもある。山頂付近には鈴竹や樹木が生い茂っているため眺望は良くない。かつては展望台があったが、老朽化したため撤去されている。山頂北方に、御鈴神社上宮があり、矢尻が奉納されている。折本秀穂、新編、九州の山と、高原 P304、西日本新聞社、1985年、ISBN4-8167011117。ありがとうございます。